ちは、青木です。今日はですね、セリアのオタ活グッズがすごいということで、これですね、これは鏡なんですが、鏡にこの写真を入れられるようになっていて、まあ、今回は絵を入れるんですが、こんなのとか、あとはこのキーホルダー、キーホルダーは四角とあと丸ですね。それからシャーペン、そしてこれはアクリルなんだけど、キーホルダーじゃなくてバッジですね、缶バッジならぬアクリルバッジ、こんなものがありましたので、全部で5種類あるんですが、これをちょっと作っていこうと思います。はい、それでは実際に作ってまいります。ちょっと作り慣れているキーホルダーからやっていこうかなと思います。裏に書いてあるんですが、差し込み可能サイズ 3.5 センチ角になっているので、3.5 センチ角のイラストを用意してここに入れていきます。これね、用意してあるんですね、アクキー四角用のイラスト。これをですね、3.5 センチ角で切っていきます。一応これをのりで留めます。でないところがあるので、そこを切り落とします。こんな感じでね、可愛くできたと思います。というわけで、これを早速はめていきましょう。もう一応メガネ拭きで拭いておきますね。で、拭いてこれにポコッとね、はめたら出来上がりね。で、これはですね、これはこの輪っかのタイプとこのナスカンのタイプでどっちか選べるようになってるみたいなんですが、とりあえず両方ついちゃってんで、もうこのままでね、こんな感じで、まずは1個出来上がりです。で、次こちら、ね、さあ、こちらのキーホルダーも、これはね、差し込み可能サイズ 3.7 センチ、直径 3.7 センチの円ですね。これでできるタイプです。実はこの丸の方もコピーしてあるので、丸の方は四角よりも若干大きめにコピーを取ってあります。で、直径 3.7 センチの円、これは自分で型を作ったので、で、これに合わせて切っていきます。結構しっかりめ、こんな感じでできました。さあ、丸型のアクキーさんもこれで完成です。アクリルバッジですね。こちらはイラストのサイズはここに書いてあるんですね、直径54ミリ、ね、なので、それに合わせてまたイラストをカットして入れます、ちょっと小さめにコピーした方が合いそうなので、これで作ろうかなって思います。これもね、丸なので
このイラストで、これはね片面だけなんで、これでいいか、ね、これをですね、この辺か、この辺をねペコッと持ち上げて、持ち上がらない、難しいな、もうちょっと、もうちょっと、あ、できた、できたか、ちょっと待って、持ち上がってない、よし、持ち上がった。で、これもちょっとメガネ拭きでね、一回綺麗にして、でこれをこのイラストを、中は否めないだろうか、反対、でもさっきよりは良さそう。よし、この感じで、あ、いいんじゃないでしょうか。アクリルバッチできました。ね、ちょっと裏は透けちゃってるんだけど、こんな感じで、ね、よし、鏡行ってみましょう。鏡、開けたらこんな感じ。写真がここに入るんですね。ここはパカッとなってて、ここに入る。エルバンサイズで用意してますので、こうやってせっかくだから両面入れちゃうか、両面入れちゃいましょう。こうしてね、持ち歩くときにイラストが見れて、なおかつこっち側、こっち側もパカッとしたときに絵が見えるって感じで、いいんじゃないでしょうか。よし、これで鏡はこれだけ鏡一番簡単ですね。ただ入れるだけっていう、これができました。うまくできるかなってちょっとドキドキしてるんですが、オリジナルシャーペン、こちらですね。このサイズでカットしてくださいってありますね。作り方ここに載ってる。クリップ部分を押さえながら、シャーペンの先部分矢印方向に回してください。これを回せばいいんだ。これをクリップを押さえて回すと、これが取れて、でここかな、ここにイラストが入れられるようになっている。あ、これか、これが筒ですね。筒がこのまま抜き取れるようになっていて、ここにイラストを入れられる。で、両端に両面テープを貼るとセットしやすいですってなっているけど、両面テープ思いっきり 30% 引きとか書いてあるんだけど、これを使おうと思います。で、ここにね、実はペン用を準備してあるんです。ちょっとこれをまずカットしていきます。このサイズと合ってるかどうか一回確認しとこう。合ってる、大丈夫ですね。これの両端に両面テープを貼ります。
で、ここの文字のところにこれを入れたいな。これはドキドキする。ちょっと待って、うまく貼れてる。限界。ちょっとこれはうまくいったかと言われると厳しいけども、またちょっと文字の部分がこの隠れちゃったところ、ちょっとこう付け足して、これで ちょっとこんな感じで、これは結構厳しい仕上がりになっちゃったんですが、はい、じゃあちょっとペンが乾いたところでこれを戻します。このクリアカバーを戻して、それからこれですね、ここのペン先を元に戻して、ペン戻してくださいってなってる。でもシャーペンは普通に出てくる。ちょっとここがうまく閉じてないんだけど、シャーペンはちょっとね、作るのが難しいみたいです。うん、でも一応シャーペンとして普通に出てくる、使える、こんな感じで。だからね、台紙とこれと同じ大きさで準備したんだけど、実際に巻いてみるとちょっと5ミリぐらいかな、5ミリぐらい多く、こうやって多くかぶっちゃう、5ミリ分ぐらいかぶっちゃうようになるんで、それを考えてちょっとデザインしておかなきゃいけなかったみたいです。はい、そんな感じで。はい、というわけで、グッズ作りを実際にしてみましたね。鏡がこんな感じで、こうね、パカッと開いて、こんな感じで、それからアクリルのバッチがこれで、でキーホルダーがこちらね、この両面イラストが入って、丸の方も同じく両面でこうやってイラストが入って、でこんな感じで、で最後に作ったシャーペンがですね、ちょっとこれはうまくいかなくって、なのでちょっとね、企画のプレゼントにこれは使えないんだけど、まあ、でもうまくできた方のこの鏡 と、アクリルのバッチ、それからキーホルダー2種類ですね、これはちょっとプレゼント企画で出そうと思います。はい、いやでもですね、セリアって100円均一、100円でこういう自分のオリジナルの鏡とかね、あとはこういう、まあ、ダイソーにもちょっとこれ似たような商品があるけど、こういうのだったり、バッチとか、バッチはねなかなか作れないですよね。そう、実はバッチも私買った時にこれラス1だったんで人気なのかななんて思います。さあ、というわけで今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。